はい、おはようございます。今日はですね、長崎県の、平戸に来ております。時期的にね、7月なんで、まあ夏マサですよね。産卵明けた、夏マサを狙いに、この平戸に来てます。やっぱりこの夏マサといったらね、こうボトムに、こうねステイしてる平マサをジグで狙うっていうのが、まあここ数年ってわけじゃないですけど、ね、昔からあるパターンなんですけど、そのパターンをね、この新しいジグ、鉄ジグのまあ仮称ですけどね、鈴木ジグっていう名前で今プロトを作ってますけど、そのプロトの、これは 209g ですね。一応前回までは 200g でなかったんですけど、今回は少し重めのジグで、なるべくそこから 10m ぐらいのね、ボトム寄りを、こうアクションとねこのフォールで攻めていって、そのなるべくだったら10キロオーバーね、10キロオーバーのでかい、春と違ってね、どうしてもやっぱこう産卵終わったヒラマサっていうのはそこについて、しかもねスピードが速いんですよ。何のスピードかって言ったら、食った直後のやっぱりこの走る本来のヒラマサの走りになるんで、かなり強烈な走りになると思います。でそのヒラマサを求めて今回この平戸のね、沖で、この鈴木ジグのテストと、実調という形でやってみたいと思います。まあ先ほど船長に聞いたらね、水深が大体まあ浅いところで 40m、 深いところで 80-90 かなっていうことなんですけど、まあちょうどジグのテストするのにはまあ他のねエリアを考えると、大体同じような水深になってくると思うんで、まあちょうどねこの 200g、 あとは使用次第ですね。だから従来の、鉄ジグのライダーとか、まあ、ショートとか、まあいろいろ合わせながらこのジグのテストも兼ねて、今回ね、ヒラマサを狙っていきたいと思います。ではまあ30分ぐらいでね、ポイントつくらしいんで、まあ今日はあの風もなくね非常にいい天気らしいんで、かなりいい釣果が期待できるんじゃないかと思います。では行ってきます。水深50で下から 10m までの反応、なんか釣れそうな感じしますね。15回ぐらいまでですね、上げてね、1回のしゃくりが 1m だとして、まあ 10m の反応なんでね、その上で食うことも結構多いですから、まあ15回ぐらい。これは普通に使えるね、うん、やっぱり面積がちょっと増えた分なのかバランスなのかね、あの普通のしゃくりで全然これだから、オートマチック的に使えるね。変な癖が抜けてるんでこれね、今度だからある意味こう普通に、なんだろう、こうワンピッチでポン、あんまりこの速いワンピッチよりは少しゆっくりめの方がねこのいいと思うけど、そんなにこうなんだろう、意識しなくてもちゃんとジグがなんかこう飛んでってくれてるような感じはすごいするね。この松島の時は140g ですね。そう、軽い方が良かったね。パンとこう引き上げるようなイメージだったんですね。それがね、向こうだと宇和島でやった時はやっぱ柔らかいロッドでちょっとやっぱり乗せて、なんかこうポンポンって要するにラインスラックを出してあげないといけなかったんだけど、この209、今使ってる209はそこまでじゃないね、これね、このポーンとあえて入れなくても普通にワンピッチで全然普通にちゃんとスライドしてくれてるんで、ダメスライド後のこの水平姿勢の時、ホバーリングの時にどうなってるか、そうだね、あとは
そこの方だね。結構そこの方だよ。当たり方は渋いよでもね。そこからね、5メーターぐらいでもね、食ったね。平場さんね。全然ガーンとかないね。なんかモハッときて、あっとあったら腐ったっていう。おお、ちょっとちょっとちょっと。いいですな、平間さんの木は。おおお。無理だったりしてなんかでも最近ブリばっかりしてるからな。お、見えてきたよ。よし、はい、ありがとう。よっしゃー、平政ですね。ね、これね、200グラムのプロットで。はい、ですね、平政ですね。完全にね、やっぱり夏パターンでボトムですね。水深84メーターで、そこからね、三尺離。夏のパターンですよね。結構やっぱりね、こうボトムで食わせるっていうのはね、やっぱりジグの立ち上がり、着底と同時にね、パンパンパンってこうね、ちゃんとスライドしてくれないとなかなか平政食わないんですけどね。この今209g のプロトタイプはね、やっぱりこの潮の馴染みもいいんでね、非常に、使いやすいですね。下から三尺離、本当ね、モソっていう感じの当たりだったんですけど、見事ね、平政キャッチできました。いいですね。まあなかなかね、こう幅もあっていい平政だと思います。やりました。いい動きしてますよ、ジグもね。いやー、なかなか2枚以上でね、苦労しましたけどね。やっぱボトムですね。ボトムから7、8回きっちり動かさないとね、触ってこないですね。なかなか今日は難しい日だと思いますけどね。やっと食わせましたよ。はい、ありがとう。平政ですね。ちょっと可愛いですけど。はい、ありがとう。ありがとうございます。やっぱりね、ボトムですね。ボトムから見てて 1,2,3,4,5,6 大体 7,8 回ぐらいですね。 7,8 回ぐらいでなんかこう もそっと来たり、今のもね、ちょっとこうコーンと当たった感じでしたけどね。やっぱりこう下からもう本当に動いてるものをずっと見といてついてきてポンって食うような感じですね。だやっぱりこう立ち上がりがね、こう鋭角にね、パーン、キラ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 ってこうなることがやっぱりこの夏政のね、ボトムの釣りっていうのはやっぱり非常に重要だと思いますね。まあサイズはね、今の小さかったですけどね、まあもうちょっと大きいやつがいたり口つくやつがいればあれがでかくなると思うんでね。まあああいう感じでそこの釣りで、魚平政が当たってくればそのチャンスが来ると思います。まあジグのテストとしてはまあいい感じだと思いますね。これ209g、今のところはこう潮の馴染みもいいし沈みもいいし、まあいい感じじゃないですかね。あとはもうでかいの釣るだけだと思います。食わんよ。もうすぐ背に入るはずだよな。
まあまあじゃないの。プロトの183ですね。おあ、結構いいサイズだよ。こんなに10キロとかあるわけじゃないけどね、いいサイズだよ。おお、とも、う根が切ってるからね、ちょっと緩めてくれ、口切れすると怖いんでね。よし、見えてきた。おおおお、もう一回かな。おっと、危ない。よし、はい、ナイスサイズ183g ですね。まあバッチリでしょう。15メーターぐらいかな、15回ぐらいしゃくったところで、ふわー、これね結構ホバリング力が強いんでね、フラッシングでね、かなりフラッシングさせながら、ふわふわって柔らかいロッドでね、今3号タックルですかね、3号の、フロロの40ポンドタックルですけど、プロトの183で、ショーがねそんなにいってないんでね、ゆっくりふわふわふわっと持ち上げながらやってたら、15メーターぐらいのところでね、ドーンと抑え込むような感じで当たって食わせられましたね。いやーでも潮の流れがやっぱり今日はね2枚以上だったり、その潮の流れにかなり苦戦したんですけど、やっぱりこう見せてやるとやっぱりこう口を使うんですよね。いいサイズだと思います。夏マサですね。はい、ですね、下からねほんと15メーターぐらいなかなか食わなかったですね。潮がやっぱりこうね2枚以上がきつくて、でプロトの今 183g ですね、結構ねこれホバリング力強い、あのフラッシングしながらね、フォールするような、ジグなんですけど、非常にねやっぱりこの潮の緩い時にねふわ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 ってやりながらやってると、こうねあの食いの渋いやつもちょっと口を使ってくれるような感じですね。いいですね、夏マサかっこいいですね。サイズもいいし、やりました。いやなかなかね今日は潮に悩まされましたけど、やっぱりこう動きのいいやつでね引いてると必ずこうチャンスが来ますよね。なかなかいいテストとね、まあ動き出してると思います。よっしゃー、平正夏正です。完全にボトムだね。食ったよ。完全にボトムですよ。もうボトムから三しゃくり。おっとっと、平場さいい引きするね。潮の流れがだんだん緩くなってきてね、だんだん釣りやすくなってきたよ。ジグがこう操作しやすくなったんでね。平正さんですね。そこから本当にまあ三しゃくりぐらいポンポンボソッて渡りで完全にまあボトムに張り付いてる感じですね。よし、プロトの、おっと、プロトの 183g です。がっちりいいとこかかってますね。ういっ、ほら 183g。頂上、
いただきです。いただきで。おっと、おっと、おっと、来た、来た、来たよ。頂上で食ったよ、頂上で。よし。結構いいサイズじゃないか、これは。よし。よし。よし。ちょっとでも上げて。よし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 。まあまあいいサイズだよ。おっと。よし。ちょっとこれでのがいいんだよ。リード入ったよ。頂上できたね。おお、やばいやばい。よし、はい、ありがとう。ちょうど 40m のね、浅いところのトップで食いましたね。よし、まあまあいいサイズですよ。やっぱりもうピンポイントですね。ピンポイントで反応が出たりとかね、地形の変換のところね、ホーンホーンってこうね、うまくスライドして塩に乗せとくとアタックしてくるような感じですね。だいぶ渋いです。普通にポンポン釣れる時と違って、やっぱりこうね、魚があんまり追いかけてこないんで、目の前をね、ちょっと柔らかいロッドでゆっくりひら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 ってこう誘って今食わせてる感じですね。追いかけてこないんですよね。だから目の前をどれだけ長く引けるか、目の前でフォールしてね、誘えるかっていうのが、まあこの特に夏マサはね、やっぱり重要じゃないかと思いますね。いやでもよかった。まあまあいいサイズですね。太さもあるし。はい。ちょうどね、水深、まあ50メーターちょっとのね、ところで、40メーターぐらいのこの背のてっぺんですね。ちょうど頂上付近でね、ゆっくり、下からね、どのぐらいだろう。5、6回ぐらいかな。ゆっくりね、ふわー、ふわーっとね、優しくジャークしてたら、いきなりね、もそっと食ってきましたね。やっぱりね、こうヒラマサはいるんですけど、やっぱり潮の流れだったりね、まだやっぱりこう回復していないんで、そんなにこうルアーをね、ガンガン追いかけてきて追い食いしてくるような感じじゃないですかね。チャンスが少ないんで、やっぱりいかに目の前をね、ゆっくり、ジグを動かしてスライドさせながらフォールして見せてね、食わせるチャンスを与えてあげるか、それがね、この夏マサ釣りは特に重要ですね。お、まあまあね、幅のあるいいヒラマサですね。よし、確定してすぐだね。よし、よし、さっきの仇は取ったぞ。当たりが出て乗らなかったやつの。なんだろう、引かないぞ。寝魚かもしかしたら、これ寝魚かな。ヒラマサですね。小さいね。さっき乗らなかったやつだからね。おーし、今ジグはね、プロトの 209g です。
まあ、タックルはね4号に、リーダーがフロロの60ポンドですね。結構ドラグはねみっちり締めてますけど、なるべくね魚礁の上で、まあそうですね、下から20ぐらいで食わせられればまだいいですけどね、下からすぐ食われると結構根強いのリスクがかなり高いんでね、ドラグはね結構しっかりラインシステムを組んでね締めていた方がいいと思いますね。さあどうだろうな、朝一番やる気のあるヒラマサがついてるか。底潮が流れてないですね。下に入っちゃうね。こっち。だから15メーター離れてます。まさか朝一からこのタックルを出すとは、3号のタックルを出すとは思わなかったね。朝から魚礁周りで3号はちょっと厳しいけどね、食わないからしょうがないね。でもね、3号のリーダー40ポンドにして、ジグもねプロトの183かな、これは。ヒットした時に特に夏マサっていうのはねやっぱり底の方で変わるんですよ。春と違ってやっぱりあのボトムの方でね、いきなりドンってくるんで、まあ当然ね根づらのリスクがあるんで、まずは魚がヒットした瞬間に1回ロッドで合わせを入れてから、魚がね下に向いて瞬間にもうフッキングはね結構ガッチリ入ってるはずなんで、そしたらもう腹にあってね、あのグリップエンド腹にあって、もうできる限りリールのパワーでもう巻くと。ポンピングやってる間にどうしても魚の顔が下向いた瞬間にね一気にボトムに持ってかれるんで、竿は曲げたままでもうリールのトルクでひたすら頭をね上に上に向けて、そのゴリゴリやらないとやっぱりサイズにかかわらず夏のヒラマサはね、まあ根ずれのリスクは相当高いんで、やっぱり最初の初動操作、特にドラグも初めからジーンって出るようではダメだし、やっぱりそれなりのラインシステム、今のは P4 号にリーダーが60ポンドですけど、まあこのタックルで、ドラグ多分今ね8キロぐらい多分セットしてると思います。だからまあ10キロぐらいの、ね、魚を買ってやっとちょっとチリチリって出るぐらいだと思いますね。でもそのぐらいにしとかないと、このボトムでかけるヒラマサっていうのは初めに走ってったらスピード乗られちゃうんで、やっぱりいかにそれをロッドの弾力とリールの投力の巻き、あとは常にポンピングをしないで巻いてくるかということで、魚をちょっとずつちょっとずつ根から剥がして、勝負をしないとやっぱりなかなか取れないと思いますね。だからまあ誘ってかけるのもテクニックだし、かかった後いかにやっぱ主導権を握るかっていうのもテクニックなんで、その辺やっぱりこのシーズンによって使い分けていかないと、やっぱりいつも通りやったら走られて切られるし、だからその辺をね、時期時期、あと場所、水深だったり潮の速さによって、頭の中で考えてヒットしてからどう対処するかっていうのを考えておいた方が特にヒラマサの場合いいと思いますね。あー、おー、いいサイズですね。ほらプロトの 209g ですね。がっちりですよ。潮が緩くてね反応出てるんだけど全然食わなかったんですね。でちょっと強めのワンピッチにね切り替えて、スライドとフォールでねちょっと狙っていったらやっと口使ってくれましたね。夏松さんにしてはね結構いいウエイトだと思います。まあなかなかねこの食いが悪いところねいかに目の前をこうゆっくりふわふわと漂わせて食わせるか、まあそんなジグ今作ってるんでね、ちょうどいい感じのね、パターンでハマって釣れたと思います。結構重いですよ。いい引きしましたね。
やりました。はい、ですね、今やってるですね、鉄ジグの、まあ仮称鈴木ジグのプロトなんですけど、174g ですね。従来の鉄ジグとの違いなんですけど、スイムライダー、まずねこのロングタイプのスイムライダーと、あとショート、それに、まあバード、あとはまあカレントっていうのがね、こうまあ従来ねこの4パターンですか、大きく分けて、あるんですけど、それと何が違うかっていうと、まずサイズですよね。だいたい今ね分かりやすく170から180のジグを出したんですけど、サイズ的にはまあセミロングに近いです、まず大きさ的に。それと、ちょっと平べったい、平べったさはねカレントに近いんですけど、長さ的には、このショートに近いですね。ショートに近く、薄さはこの幅ですね、横の薄さの幅が、カレントライダーに非常に近いです。カレントライダーがね、まあこの厚さなんですけど、カレントに近い、薄さでありながら、ショートと同じぐらいのこの全長の長さと、まあセミロングっていう感じ位置づけになると思うんですけど、狙い的には通常のねまあバードもね、そうなんですけど、やっぱりこう斜め引き、斜めにドテラ流しで斜めに引くときには非常にねいいアクションをして、このフォールで食わせることができるんですけど、どうしてもね、エリアによってはスパンカーね、この後ろの旗を立てて、バーチカルに根回りをこうきっちり狙ったりとかね、下の反応だけをこう狙う船、まあエリアがあるんですよね。そういったときに、どうしても真下に沈めて真下からしゃくり上げてくるときに、非常にね飛びとこのフラッシング、要するになるべく同じレンジをこのしつこく狙えるように、かなりね柔らかいロッドでも 薄いことによってすぐ立ち上がってくれると。それとこの薄い、ボディが水を噛んで、この今ね狙ってるのはこういうフラッシングですね。従来のものは結構ねこういうひらひらってこのフォール中にゆっくり見せて食わせるアクションだったんですけど、この鉄ジグのね、鈴木ジグはこういう感じですね。この細かいロールするようなフラッシングで、魚を強烈にねこうアピールして、フォール中に食わせるっていうのを狙って、今作ってます。非常にね力強くこうドテラでしゃくるっていうよりも、少しバーチカル気味、もしくはちょっとドテラでもね流れが悪い時なんかは、このジグの出番だと思いますね。本当にねポーンと上がってダーッともするし、とにかくこのフラッシングっていうのが、今までにない、アクションを、生んでるんで、非常にね、これからいろんなところでますますね鉄ジグシリーズ、まあ本当ねこれだけ種類がねあってもまだまだ足りないんですけど、その中の新しい今タイプのものを今作ってます。まあドテラからバーチカルまで、このねまあ4アイテム、まあプラス、今度のね新しい1アイテムを加えれば、いろんなところでねカンパチ、ブリ、ヒラマサ、まあいろんな魚がね、バンバン釣れると思いますんで、まだね今調整中ですけど、まあこんなジグを今作ってます。